第3代リットン伯爵ネビル・スティーブン、ブルワー・リットンは、イギリスの画家、貴族。祖父は、小説家のエドワード・ブルワー・リットン。父は、インドの総督を務めた初代リットン伯、ロバート・ブルワー・リットン。兄は、リットン調査団で知られるビクター・ブルワー・リットン。生誕児の姓は、ブルワー・リットンだったが、後に、リットンに改正した。インドのコルカタに生まれる。 父が在フランスイギリス大使として駐在したパリで少年時代を過ごし、ピエール・ボナールの下で絵画を学んだ。イートン・カレッジ及びパリのエコールでボザールで教育を受け、1899年に詩人、バイロンの彦でエーダラ・ブレスの孫にあたるジュディス・ブラントと結婚した。ジュディスとの結婚生活は1923年に終わったが、その間に一難事情を、その後再婚した。 サンドラ・ホルテルとの間にさらに、数ずを設けた。1900年から1940年まで画家として、活動、主に肖像画を描き、イギリスやフランスで作品を発表した。初期作品には、第一次世界大戦中に、西部戦線で、孫武の戦いに赴いた際に目にした、前線の兵士たちの姿や、残豪のある風景などのスケッチがある。ブルワー・リットンの描いた、 肖像が、ミセス・ジーン・ノックス1904年、リアルテニスで、イギリスにおけるアマチュア国内チャンピオンとなる。1908年、ロンドンで開催されたオリンピックのジュドポーム競技に、出場、3位となった。1947年、兄、ビクターの釈位を継いで三大ニットン伯爵となり、没後に、息子のノエルがこれを継いだ。1947年10月25日の兄、 ビクター・ブルワー・リットンの死去により、以下の借位を継承。1899年2月2日に、第16代ウェントワース女談者ク、ジュディス・ブルントと結婚。彼女との間に、以下の賛子を設けた。ありがとうございます。